洗剤ケースのお手入れについて説明します。ケースに残って固まった洗剤があると、ケースに水が流れるときに剥がれ、本体内部に詰まり水漏れの原因になります。洗剤が残っているときはお手入れをしてください。洗剤ケースを手前に止まるまで引き出します。次に洗剤ケースを左に押しながら再度手前に引き出します。洗剤ケース内に水が残っていることがあります。引き出すときはこぼさないようご注意ください。ソフト仕上げ剤投入口と液体洗剤、液体漂白剤投入口のキャップを外します。洗剤ケースとキャップを水洗いします。しつこい汚れは歯ブラシで洗ってください。洗い終わったら水気を拭き取り、キャップをしっかりと取り付けます。また洗剤ケース周辺のプラスチック部やドアの金属部に漂白剤、液体洗剤、ソフト仕上げ剤がつくと錆や破損の原因になります。湿った布で拭き取ってください。洗剤ケースを元通り本体に取り付けてください。